これがこの星の最後の眺めになりますね。この俺が未来を変えてみせる。フリーザー、なぜ俺たちを攻撃するんだ。伝説のスーパーサイヤ人とやらが現れたりすると不愉快ですからね。復讐の続きを始めましょうか。これで全てが変わる。さあ、綺麗な花火が上がりますよ。何か、ベジータ、なんだ。頼まれてたトレーニングスーツできたわよ。ふん。なかなかいい素材が手に入ったから、前のよりフィット感なんかも格段に上がってるはずよ。ほんと、全然働かない夫に最新トレーニングスーツまで作っちゃうなんて、私ってできた妻よね。ちょっと、もう毎日毎日修行修行修行、サイヤ人ってみんなこうなのかしら、まったく。ああ、なんか腹立ってきた。パーッと誕生日パーティーでもやってやろうかしら。別に誕生日じゃないけど。一件報告あり。状況把握。引き続き調査されたし。ちょっと待てー。なんですか、いきなり。例の超重要任務、お前に決まったぞい。さっさと戻ってこい。
おかえりなさい。例の任務、君に決まったわよ。おめでとう。何よ、ここで一番偉い時の海王神様が直々にお祝いに来てあげたっていうのに、ずいぶん釣れないじゃない。ん？ああ、おじいちゃんを探してたのね。おじいちゃんなら君の合格を聞いてすぐどっか行っちゃったけど、せっかくだから探してらっしゃいよ。なんだかんだで君の合格を一番喜んでるのはあのおじいちゃんなんですもん。よ、ようこそ。いいもの入ってるよ。こんにちは。どうした？
よーし、準備はいい？始めましょうか。ここでしっかり基本を身につけてね。それじゃあ張り切っていきましょう。攻撃に移るわよ。コマンドを組み合わせるとコンボ攻撃が出せるのよ。試しにやってみましょう。今度はたくさん出てきたわね。気をつけて。でもまあ、君ならこれくらいの数、へっちゃらよね。数が多いと、接近戦は不利ね。一旦離れて、様子を見ましょう。よーし、いい感じ。そのまま、倒しちゃいましょう。
気力がなくなると使えないから注意してね。まだ何か起こりそうな女の勘。ライト、レフト、レフト、クルッとターンで、ね、にっこりスマイル。最後に、次の本日の君のために、先輩隊員に練習相手になってくれるよう、お願いしておいたの。大丈夫。練習したことをしっかりやれば、必ず勝てるわ。そう、その前に、はい。魔術師のアイテム使えるわよ。使ってみて。これでバッチリね。さあ、あなたの力を見せてやりなさい。こいつに向かって話せばいいんだな。